ミラージュ5、ミラージュ5、ミラージュ5は、フランスの脱走者が、ミラージュ EEE、e、をベースとして開発した、戦闘爆撃機。本校では、発展型のミラージュ50、ミラージュ50についても解説する。イスラエルの要求により、ミラージュ EEE、e、を回収したものである。数字表記は当初こそ、ミラージュ EE と同じく、ローマ数字だったが、 ミラージュ EEV と混同しやすかったためすぐにアラビア数字に変更売れた。ミラージュ EE、e、からの大きな回収点はシラの E カ機関性レーダーと一部の電子機器が外された点である。これにより操縦席後方にあった電子機器を 53cm 延長した機種に移し空いた部分に燃料タンクを増設したことで燃料容量が増加している。 パイロンも2カ所増設されているが、ペイロード自体は変わっていない。また、脱走者は当初ミラージュ5の構成要素をはっきり定義していなかったため、シラの E 滝完成レーダーとドップラー広報レーダーを搭載した、事実上、ミラージュ EEE、e、とほとんど変わらないタイプも存在した。1966年9月にイスラエルはミラージュ 5J を50機発注したが、フランスのシャルルド、 ゴール大統領が1967年6月3日に輸出を禁止したためイスラエルの手には渡らなかった。この50機は結局回収された後ミラージュ5回としてフランス空軍機となった。その後、ミラージュ5は低価格かつ高性能、高信頼性の戦闘爆撃機を必要とする多くの国から人気を得た。このフランスの輸出政策転換によりミラージュ5は イスラエルと対立するリビアとエジプトにも売却された。前者は110機程度が輸出され、カダフィは第四次中東戦争に飛行隊を参加させた。このため、イスラエル空軍のミラージュ E は、リビア機と区別する識別マークが必要となった。後者は、第四次中東戦争で打撃を受けたエジプト空軍に、対し、サウジアラビアが資金を負担する形で脱走から購入し、 その後無症状とするという変則的な輸出が行われた。エジプト空軍機はイラン・イラク戦争でイラクを支援するべく1986年3月から6週だけ同国へ展開しイラン空軍機と交戦した。同機が搭載していたアルック -234 電子戦ポッドは海 -4 やフォーク地対空ミサイルに対して有効であったとされる。この事実を知るまで イラン側のパイロットは、エジプトのミラージュ号を、当時の最新鋭機だったミラージュ2000と誤認していた。敵対陣営とは異なり、結局ミラージュ号を正規ルートでは手に入れられなかったイスラエルだが、第三国スイスで、主に活動していた産業スパイの得た情報をもとに、したコピー品のネシェルを生産した。後にエンジンをアメリカ製の J79 に換装した改良型の、 クフィルが開発、製造されると、ネシェルの中古機はアルゼンチンに、ダガーの名称で売却され、1982年のフォークランド紛争にも参加した。クフィルも、また、アメリカ海軍、海兵隊に逆輸入される形で、海 -21、ライオンとして導入され、短期間ながら、アグレッサー部隊の仮想敵機として利用された。現在ではすでに、 フランスを含む多くの運用国で退役しているが、パキスタンなど一部の国では現在でも第一戦機として運用されている。パキスタンは各地で退役した機体を大量に入手しており、ミラージュ E を含めて150機以上を保有している。エンジンをミラージュ海地と同じアター 09K-50 に換装したモデルがミラージュ50である。基本的には既存のミラージュ E。 こう回収して作られれたた。が、が新造造機も少数が製造された最初にアター 09K-50 を搭載して飛行したのはスイス空軍の要求で開発されたミランで1970年に初飛行した。これはミラージュ EE または R の機体をベースに折りたたみ式のカナード翼を機種に立計着陸性能の向上を図った機体で開発は 翌年に中止されたものの、この機体をベースにミラージュ50の試作機が作られ1975年に初飛行した。その後、レーダーを搭載した試作機も1979年に初飛行している。なお、南アフリカ向けのミラージュ ER2Z、D2Z もアター 09K-50 を搭載しており、実質的にミラージュ50と同仕様であった。 エンジンの乾燥によって、離陸性能と加速性能が向上したほか、ペイロードが増加し、戦闘時の運動能力も改善された。また、ミラージュ EE5 と全く同じ電子機器や並走を搭載することもでき、ミラージュ E5 からミラージュ50使用へ回収するためのパッケージキットも開発されたが、採用したのは南米のチリとベネズエラのみだった。ただし、 南アフリカ共和国では、ミラージュ E から派生したクフィルをもとにパワープラントを GEJ79 からアタシリーズに戻したチーターが開発され、その後期型には 09K-50 が搭載されている。チリは1980年に旧フランス空軍のミラージュ5回を回収したミラージュ 50FC とアゲブレーダーを搭載した新造機ミラージュ 50C。 DC を取得した。その後これらの機体は、カナード翼や空中給油プローブ、ハドの追加などを行った、ミラージュ 50CN、DN パンテーラ仕様に近代化回収された。写真1写真2。ベネズエラは1990年に新造機ミラージュ 50EV、DV を取得すると同時に、以前から保有していた、ミラージュ EE5 も全て同仕様に回収した。 これらの機体は、シラノ 4M3 レーダーを搭載し、最初からカナード翼や空中給油プローブを装備しているのが特徴で、エグゾ世帯艦ミサイルの運用能力を持つ。現在では両空軍からも退役しているが、ベネズエラ空軍機はエクアドルに譲渡されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。